船越良太は、千葉県流山市出身の社会人野球選手、元プロ野球選手、宇藤右内。妹は、女子野球日本代表で、プレー経験のある、船越千尋。流山市立江戸川大小学校時代は、地元の少年野球チームに所属。小学校6年生の時にはエースで4番で、キャプテンとして臨んだ、第2回カップ選抜学道南式野球大会にて、 優勝の経験がある。さらに同年には、マリーンズジュニアに選出され、第1回、NPB12 球団ジュニアトーナメント準優勝に貢献。この時のチームメイトに、高山俊、近藤健介らがいる。流山市立北部中学校では、軟式野球部に所属。柏市立柏高校野球部では、遊撃士として1年次からレギュラーとして活躍し、2年の 夏の大会は5番打者として全試合に出場し、8強入り。3年時には、首相、4番として活躍するも4回戦敗退。高校通算20本類が、甲子園出場経験はなし。この時のチームメイトに、宇佐美慎吾がいる。卒業後、王子に入社し、保守に取り組み始めた。社会人2年目に、都市対抗野球本戦に出場。 4年目の都市対抗野球本戦では、チーム防御率0.72とする高リードを見せ、打撃でも準々決勝で2ランホームランを放つなどの、活躍でベスト4入りに貢献。保守天候4年目の浅いキャリアながらも、強権と巧みなインサイドワークで注目を集めた。2015年のプロ野球ドラフト会議で、広島東洋カープから4位で指名される。 王子のチームメイトで一切都市の西川龍馬も5で指名を受けた。契約金4300万円、年俸800万円で入団、背番号は54に決まった。打席での船越2016年7月12日の読売ジャイアンツ戦で代打で公式戦初出場を果たし、初打席で初安打を放った。同年の出場はこの1試合のみだった。 2017年は公式戦出場がなく、2軍のウエスタンリーグでは50試合に出場し、打率234.1本14打点だった。2019年は開幕1軍入りを果たしたが、この年の出場はなかった。シーズン終了後の10月21日に戦力外通告を受け、現役引退を発表した。2020年1月、 フルスの王子公式やキューブに復帰して、現役続行を発表した。遠藤は115メートル、二塁への送球は1.8秒台と、強肩。ありがとうございます。